態度によってこれがスパイかどうかが分かるって言われてますけど、はい、そんなもんなんですか。尾行されてるかどうかという点検とかですね、はい、あと何かこう近くを自転車通った時の身のこなしとかが、はい、これは訓練を受けてる。なるほど。公安を目指したいのであればこういうタイプの警察官が選ばれますよということを聞いていました、はい、まず人たらしであること。人たらし、はいはい、公安調査庁という全く別の法務省の管轄の役所があります。仲が悪いと聞いてますが。はい、仲悪いですね。先輩や上司からはもう絶対口聞いたり、連絡先を交換してはいけないと、うん。今日私が話を聞きたいのはこの方です。元警視庁公安部の勝丸遠鶴さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。勝丸さんは1990年代に警視庁に入庁、2000年代初めに公安に配属されます。以来一貫して公安部外事警察に勤務しました。外事課というのは外国勢力によるテロやスパイ活動などを取り締まるのが主な仕事です。人呼んでスパイハンター。現在は退職されてセキュリティコンサルタントとして国の内外で活動しています。最近はメディアへの露出も増えましたが素顔も本名も明かしていません。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、やっぱりサングラスにマスクなんですね。はい、はい、セキュリティ上の理由があって、はいはい、素顔を見せられないという、はい、なんか学生運動の感激派みたいなに見えますけど。そうですね、はい、あるいは学生運動の時に学生がデモしたりすると周りを公安の私服刑事がこうよくいましたけど、はい、やっぱりこんな格好してましたね。そうですね、こういう格好した場合によっては中に入ってたりしたんですね。ですね、はいはい、わざと髪の毛長くして、はい、学生運動の学生活動家みたいな感じで潜入してる人たちもいましたけどね、はいはい。私が勝丸さんに聞きたいこと、まずは警視庁公安部外事課の仕事の内容ですよね。続いて日本でどんなスパイ活動が行われているのか、あるいはスパイ天国と言われる日本の現状をどのようにご覧になっているのか、そして公安警察になったきっかけ、あるいはスパイから身を守る方法、こんなことをインタビューしていこうと考えています。それにしてもですね、はい、そもそもこう外事警察というのはどんな仕事をしているのかというところからお願いできますか。警視庁の東京を管轄している警視庁の組織で言いますと、例えば刑事警察というところはすでに起きた事件を、はい、捜査をして事件を解決するのが刑事警察なのに対して、はい、公安部というのはテロやスパイ事件を未然に防ぐことを、うん、中心に活動をしています。ですので尾行や監視が中心になります。で、その公安でもですね、つまり外事というこの外国のスパイやテロリストを見る、日本の国内の例えば過激派を監視するというそういう仕事もありますよね、はい、外事警察のあくまで外国の勢力についてということなんですね。はい、公安部の中にも公安部の中の公安と公安、公安部の中に外事というのがあります、はい、公安部の公安というのは、国内の過激派、はい、それからカルトとかですね、うん、こういうものを監視取り締まりをするんですが、外事警察というのは、日本国内にいるスパイやテロリスト、はい、あるいは彼らにスパイやテロリストに協力している、かもしれない人たちを、監視取り締まりをするところでございます。ということは、これを未然に防ぐというのがありました、はい、刑事警察ですとですね、事件が起きて例えば殺人の容疑者を逮捕したってなると、よくやったとか、はい、非常に見えますよね、はい、みんなからこうね、よくやったよって言われる。刑事警察ってのは地味で、例えば未然に防いだからといって知られないということ結構ありますよね。はい、まず潰すといいますか、未然に防ぐということは、はい、報道もされませんし、はい、私たちもそれをやたらに外に出さなかったんですね、はい、私たちの手口をバラす公開するようなものですから、未然に防いだら粛々と次の仕事に行くという、はい、なんか報われないなって思いませんでした。もうそこは目指してですね、最初に言われることが、先輩や上司に言われることが、はい、巧妙を語らずということを言われてですね。なるほど、はい、巧妙を語らず、つまり巧妙師に駆られちゃいけないってことですね。そうです。
でもその時にインセンティブというかモラルというかそれをこう維持するっていうのはどうしてました？ここは非常にちょっとキザな言い方になるんですが、うん、そこを支えるのは最後は愛国心だと思います、はい。まあ、そこが、まあ、私たち選ばれる、選抜されて入ってくるんですが、まあ、そういう健全な愛国心というか、うん、を持っている人を、まあ、選んで、そういう単調なあるいは報われない仕事であってもインセンティブを保ち続けられるような人を、まあ、選んで、同僚として迎え入れていくということで、うん、例えば警視庁の中でもね、刑事とこう公安 あるわけですけど、はい、なんか公安の方がこうエリートというこうえり抜かれたエリートという意識がありますよね。自分が所属していたところなのでなかなか言いにくいんですがどうしてもその警察学校の学業が優秀だった人が比較的選ばれやすいという実情もありますし、いろんな知識や技能が多い、たくさん持っていた方が、うん、臨機応変に対応できるという意味でですね、どうしてもその警察学校の成績が優秀な人が集まりやすい場所です、うんうん。そういう意味ではやっぱりプライドを持ってたということですよね。それが秘めたプライドだったらいいんですが、それが時々こう外に出ると刑事警察と公安警察が仲良くないっていうようなですね、はい、ああいうようなあれ事実なんです、はい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 。私も警視庁で捜査一課捜査三課刑事をずっと見てたもんですから、はいはい、公安と本当に仲が悪かったなってよくわかるんですけども、はいはい、それにしてもですね、なんでそもそも警察官になろうと思ったんですか？これ私は007が大好きで、はい、まあ全部見たんですけども、うん、まあ、それでスパイの存在を知ってですね、うんうん、まあ、こういうスパイあるいはテロリストのように外国から日本に、まあ、有害活動って言いますけども不法な、何かを仕掛けてくるような勢力や個人から日本を守りたいっていうのが、うん、まあ、中学生高校生ぐらいからあってですね、うん、そして、警察官になって、はい、そういう活動に従事したいと思うようになりました。つまり そもそも警視庁にこう入るところあるいは入ってからそいわゆるその外事警察をそもそも志向していたということなんですか？はい、入った段階からもう希望してました。その希望というのは叶うものなんですか？全てが叶えられるものではないです、うん。まあ、公安警察あるいは外事警察になるプロセスからご説明しますと、まず本人が希望することが第一です、はい、うん。そして、その希望というのは毎年、人事記録にですね、うん、異動があったりとか何もなくても毎年その人事記録に希望の部署を書くんですが、うん、まず希望をする。そして公安の方からこの人公安適任だな、うん、外事に適任だなという時に、リクルートしていくというこういう流れ、ですので、まあ、私は希望してましたので、書いてですねずっと書き続けて、はい。でも当然最初はまず交番勤務ですよね。はい、交番勤務、はい、まあ、そのどこの交番にいたかというと分かっちゃうから言いませんけど、はいはい、いわゆる所轄警察署の交番勤務から始まるわけですよね。はい、そうです。はい、であるいはそこの勤務用の状態を見てあこいつは公安に向いてるなって言ってこう呼ばれるということがあるわけですね。はい、まあ、私は後年、リクルートする立場になったんですけども、うん、よく先輩にですね公安を目指したいのであればこういうタイプの警察官が選ばれますよということを聞いていました。はい、まず人たらしであることです。人たらし、はい、はい。はい、すぐにこう相手の心にところと入り込んでしまう、はい、ということですね。そうですね、はい、もう同僚にも後輩にも先輩にも評判が良くて、うん、はい、交番の近所の人にも今度来た若い警察官、いいですねっていうところですね。なるほど。人と会いたい話したいっていうような、うん、まずそういう、うん、キャラクターといいますか、はい、がまず求められると言われました。うん、つまりそうすると、まあ、向こうからいろんな情報を、まあ、与えてくれることになるわけですね。はい、まあ、公安外事というのは情報を収集というのも非常に大切な仕事ですので、うん、まあ、この人に会いたい話したいというなんです、うん、ですね、うん、はい。で、まあ、外事にこう、まあ、移動ってなった時やっぱり嬉しかったですか？嬉しかったです、はい。先ほど言いましたように全ての人が念願叶うわけではないですので、はい、選ばれたんだということでですね、うん、嬉しいと同時に身が引き締まる思いもしました。うん、で最初にそこに配属された場合初歩的なこう例えば教育訓練を受けるわけですね。はい、
まあ、そもそも警察学校の段階でいろいろ基礎的なことは学んでるわけですけど、はいはい、そっちに入ってからの教育っていうとどんなことになりますか。まずですね、身のこなしとかが、はい、これは訓練を受けてる。なるほど。公安というと例えば公安調査庁という全く別の法務省の管轄の役所があります、はい、ある種ライバル関係がありますよね、はい、仲が悪いと聞いてますが、はい、仲悪いですね。その現場でのトラブルともあるという話を私聞いたことがあるんですが例えばですが